日本兵庫県神戸市垂水区川原河原は、兵庫県神戸市垂水区にある町名。1町目から5町目がある。郵便番号は655-0894。2005年10月1日現在の世帯数は322。人口は、男性266、女性324で、合計590。川原地区の町並み河原2丁目で撮影垂水区の南部に位置する。 福田川左岸の南北に細長い住宅地域であり、JR 神戸線と山陽電気鉄道本線がすぐ南を通る。東は坂上、南は平磯、西は福田川を挟んで日向、北は福田川を挟んで五霊町に接する。住居表示が実施されている。1930年4月から1933年1月にかけて東垂水区。 第2高知整理組合によって、福田川左岸の東タルミ町阿ざ川中、阿ざ川原、阿ざ大坪、阿ざ中道、阿ざ坂上、阿ざ山脇、阿ざ車上りの各地域が高知整理された。その総面積は6万千坪であり、1万千七百坪の道路が新たに整備された。東垂水町であった頃、それらの地域は西から東へ川中通。 川原通、坂上通、中道通、山手通と称された。1970年6月に、住居表示実施とともに、東垂水町あざ川中、阿佐川原と、字大坪の一部より成立した。現在唯一存在しない地名である川中通りは、河原五丁目の地域にあたる。東垂水町の障子、河原に由来する。福田川に近い地形から付けられた名である。 剣道が地域の西部を南北に通っている。私立小中学校に通う場合、校区は以下の通りとなる。ありがとうございます。